真珠夫人、菊池博守りの騎士、1、名ばかりの妻、これは、瑠璃子が最初考えていたように、生優しいことではなかった。彼女は、自分のミサを守るために、あらゆる手段と冒険とを巡らさねばならなかった。結婚後しばらくは、父の容体を口実に、瑠璃子は、正田の家に帰っていかなかった。将平は、 毎日のようにルリコを訪れた。日によっては午前午後の2回にこの花嫁の顔を見ねば気が済まぬらしかった。彼は訪問の度ごとに瑠璃子の関心を害付ために高価な贈り物を用意することを忘れなかった。それがある時は金剛石入りの指輪だった。ある時は白金の腕時計だった。ある時は真珠の軽食だった。 ルリ子はそうした贈り物を子供が玩具をもらう時のように無邪気に何の感謝なしに受け取りつた。が父の容態を口実にいつまでも実家に泊まることは許されなかった。それは事情が許さないばかりでなく彼女の自尊心が許さなかった。敵を避けていることが勝気な彼女に心苦しかった。持つと 体を危険にさらして勇ましく戦わなければならぬと思った。形式的にでも結婚した以上形の上だけではあくまでも妻らしくしなければならないと思った。敵の卑怯に報いるに卑怯をもってしてはならない。こちらはあくまでも正々堂々と戦って勝たねばならない。そう思いながら彼女は将兵が向かい日の自動車に同乗した。 久しぶりに、瑠璃子と同情した嬉しさに、翔平は、訳けもなく笑い崩れながら。あははは。そんなに、実家を恋しがらなくてもいいよ。親一人っ子一人のお父様に別れるのは寂しいだろう。が、何も心配することはないよ。俺を怖がらなくつてもいいよ。俺だって、こんな顔をしているが、お前さんを取ってくはうというのじゃないよ。娘。 そうだ美奈子に新しい姉ができたと思って可愛がってあげようと思うのだ。あははは。と翔平はどうかして瑠璃子の警戒を解かーとして心にもないことを言った。翔平の言葉を聞くと今まではかばかしい返事もしなかった瑠璃子はよみがえつたように快活な調子で言った。おほ本んたうに娘にしてくださるの。 私のお父様になってくださるの。私本当にそうお願いしたいのよ。ホンターのお父様になっていただきたいのよ。そう言いながら、彼女運ぼるような郷愁を、そのしなやかな身体一面にじんへた。ああ、いいとも、いいとも。翔平は、人の良い本当の父親のようにうなずいてみた。ほほほほ。それは、嬉しいございますわ。 本当に、私を娘にしてくださいませ。それも、ほんの少しの間ですの。お約束しますわ。半年、本当に半年でいいのよ。でも、そうじゃございませんか。私、まだ年弱の十八でございません。学校を出てから、まだ半年にしかなりませんのですもの。それに、今度の話でございません。それに、いろいろな事件で。 興奮して、まだ、その興奮が続いているのでございません。結婚生活に対する何の準備もできなかったのでございますもの。あなたの本当の妻になるのには、もう少し、心の準備が欲しいと思いますの。あなたに対する愛情と信頼とを、もっと心の中で、準備したいと思いますの。だから、しばらくの間、本当に、美奈子さんの姉にしておいてくださいませ。 源氏物語に末つむ花というのがございません。あれでございますの。そう言いながら、ルリ子は演然と笑った。将兵は、妖術にでも、かかったように、ぼんやりと相手の美しい唇を見つめていた。ルリ子は、相手を人とも思わないように傍若無人だった。ねえ。お父様。私の可愛いお父様。 そうしてくださいませ。そう言いながら彼女はそのすらりとした体を昌平にしながれるように寄せかけながらその白い手を昌平の膝の上に置いて静かに軽くたたいた瑠璃子の処女のごとくつつましく娼婦のごとく大胆な美体に心を脱はれてしまった昌平は自分の答えが何を言うことを約束しているかも考えずに答えた ああ、いいとも、いいとも。に、翔平は、心の内で思った。どうせ、カゴの中に入れた鳥である。その中には、自分の強い男性としての力で征服してみせる。男性の強い腕の力には、すべての女性はいつの間にか、掴みつぶされているのだ。彼女もしばらくの間、自分の焼酎で小鳥らしい自由を楽しむがいい。 そのうちに、男性の腕の力がどんなに信頼すべきかが、だんだん分かってくるだろう。翔平は、そうした余裕のある心持ちで、瑠璃子の受けを入れた。が、それが、翔平の遺産であったことが、すぐ分かった。10日たち20日経つうちに、瑠璃子の美しさは、翔平の心を、日に、夜に継いで悩ました。若い新鮮な女性の肉体から出る子が、 将平の旺盛な肉体のあらゆる感覚を刺激せずにはいなかった。その夜も将平は若い妻を帝劇にバンチた。彼はボックスの中にルリ子と並んで席を閉めながら目は舞台の方からしばしば帰ってきて愛妻の白い美しい襟足からそのほっそりとしたなで方を伝う手膝の上につつましやかに置かれた手やその手を乗せて いるふくよかな両膝をむさぼるように見つめていた。彼はかうして妻と並んでいると身も心も溶けてしまうような陶水を感じた。そうした陶水の冷めさえに彼の激しい浄化がっと彼の体全体を嵐のように包むのだった。ルリコは将兵のそうした悩みなどを少しも気がつかないようにひばりのように快活だった。彼女は 翔平との感情の敬意を、もうすっかり忘れて、しまったように、ホンターの娘にでも、なりきつたように、翔平に甘えるように、まといわっていた。おい瑠璃さん。もう、お父様ごつこも、大抵にしてよそうじゃないか。あなたも、少しは私がわかっただろう。ははは。約束の半年を1月とか2月とかに、縮めてもらええないものかね。 将兵は、その夜、自動車での木と、冗談のように、妻の柔らかい肩を軽く叩きながら、囁いた。まあ、あなたも、請求ですのね。私たちには、約今時代というものが、なかったのですもの。持つと、買うして楽しみたいと思いますもの。何かが来るということの方が、何かが来たということよりも、どんなに楽しいか。それに、 私本当はもっと処女でいたいのよ。ねえ、いいでしょう。私のわがままを許してくださってもいいでしょう。そういう言葉と様子とには、溢れるような媚びがあった。そうした言葉を聞いていると、翔平は、たじたじとなってしまって、一言でも逆ふことはできなかった。が、その夜、翔平は、自分一人寝室に入ってからも、 若い妻のすべてが彼の目にも鼻にも耳にもこびりついて離れなかった目の中には彼女のやわい白い肉体が人魚のように生めかしい美体をさくつていつまでもいつまでも浮かんでいた鼻には彼女の肉体の持ちている方向がほのぼのといつまでもひょうっていた耳にはそうだ彼女の快活な湿りのある声や 基地に富んだ言葉などがいつまでもいつまでも消えなかった。彼はそうした妄想をさつてどうかして眠りを得ようとした。が彼が努力すれば努力するほど目も耳も冴えてしまった。おしまひには見上げている天井にいくつもいくつも妻の顔が現れて媚びのある微笑を送った。彼女はただ恥ずかしがつているのだ。 処女とししててののの恥ずかかさに過ぎないいいだだそそれれれはこちらから取りやばで彼は、そう思い出すと、一刻も自分の信頼に、じっと、体を落ち着けていることができなかった。子供らしいところ、女らしい恥じらひを、そのままに受け入れて、いた自分があまりにお人よしのように思われ始めた。彼は、ふらふらとして、 寝台を離れて夜更けの廊下へ出た3。廊下へ出てみると、家人たちは、みんな寝静まっていた。まだ10月の半では暑だが、広い洋館の内部には、深夜の冷気が、ひやひやと、流れていた。が、激しい浄化に、狂っている将兵の体には、夜の冷たさも感じられなかった。彼は、自分の家の中を、盗人のように、 忍びやかに、無友描写のようにおぼつかなく、瑠璃子の部屋の方向へ歩いた。彼女の部屋は、開花にあった。廊下の灯火は、大抵消されていたが、階段に取り付けられて、イルデン灯が、会場にも開花にも、ほのかな光を送っていた。翔平は、彼女に預か、下手約束を男らしくもなく、取り消すことが心苦しかった。彼女に示すべき自分の美点は、 男らしいということより外には何もない。彼女の信頼を得るように男らしく強く堂々と行動しなければならない。それが彼女の愛を得る唯一の方法だと翔平は心の中で思っていた。それなのに彼女に一旦与えへた約束を取り消す。男らしくもなく早くする。がそうした心苦しさも翔平の体全体に 今潮のようにみなぎつてくる激しい欲望を何をすることもできなかった。階段を降りて、左へ行くと応接室があった。右へ行くと、美那子の部屋があり、その部屋と並んで、瑠璃子に預かへた部屋があった。瑠璃子の部屋に近づくに、従って、将兵の心にも激しい動揺があった。それは、年若い少年が、初めて。 恋人の唇を知らうとする刹那のような激しい興奮だった。彼はそうした興奮を抑えてじったるリコの部屋へ忍び寄ろうとした。ちょうどその時に将兵は我を忘れて熱と叫び声を上げようとした。それは今彼が近づかうとしたその扉に一人の人間が紛れもない一人の男性がぴったりと体を寄せていたからである。 冷たい予感が、昌平の体を流れて、爪の先までをも震わせた。彼は、電気にかけられたように、廊下の真ん中へ立ちすくんでしまった。が、相手は、昌平の近づくのを知っているはずだのに、ぴくりとも体を動かさなかった。扉に掘りつけられて、いる木像か何かのように、闇の中にじっと立ち尽くしているようだった。盗賊。最初。 将兵は、そう叫ばあかとさえ思ったが、彼の四十男に相当した冷静が、彼の口を制したが、その次ぎに、っと彼の心を閉ざした者は、漠然たる嫉妬だった。一人の男性が、妻の寝室の扉の前に立っている。それだけで、将兵の心を強わすのに十分だった。彼は、握りしめた拳を、ふるわしながら、必死になって、 一歩一歩扉に近づいた。が、相手は、気味の悪いほど、冷静にピクリとも動かない。翔平が、最後の勇気を越して、相手の胸ぐらをつかみながら、低く、誰だ、と、失したとき、相手は、翔平の顔を見て、にやりと笑った。それは、紛れもなく勝彦だったのである。自分のこの、卑しい笑い顔を見たときに、 幸福な将兵も、ぐんと鉄ついで殴られたように思った。言い表し方もないような不快な、浅ましいといった感じが、彼の胸の内にいっぱいになった。自分の子が浅ましかった。が、浅ましいのは、自分の子だけではなかった。持つと、浅ましいのは、自分自身であったのだ。お前、何をしているのだ。ここで。将兵は、 低くうめくように聞いた。が、それは、勝彦に聞いているのではなく、自分自身に聞いているようにも思われた。勝彦は、離れの二本間の方で寝ているはずなのだ。が、それが、もう夜の2時余儀であるのに、瑠璃子の部屋の前に立っている。それは、将平にとっては、耐えられないほど、不快な浅ましい想像の種だった。何をしているのだ こんなところで、こんなに遅く。いつもは、若な息子に対し、かなり寛大である父であったが、今宵に限っては、彼は、息子に対して、かなり激しい憎悪を感じたのである。何をしていたのだ。おい。将平は、鋭い目で勝彦を睨みながら、その肩のところを、ぐいとこづいた。四。ここに何をしていたのだ、ここに。 父が必死になって攻めつけているのにもかかわらず、勝彦はただにやりにやりと、たわいもなく笑い続けた。すすき気味の悪い取り留めも、亡きこの笑いが、ちょうど自分の恥ずかしい行為を、嘲笑しているかのように、将平には思われた。彼は、瑠璃子やまた、すぐ、次ぎ木の扉の内に眠っている皆子の夢を破らないようにと、気をつけながらも、声が、だんだん、 激しくなっていくのを抑えることができなかった。おい。こんなに遅く、ここに何をしていたのだ。おい。そう言いながら、小平は、再び、この肩をついた。父にそう突き込まれると、白痴相当に、勝彦は、顔を赤めて、口ごもりながら言った。姉さんのところへ来たのだ。姉さんのところへ来たのだ。姉さん、勝彦は、 この頃、ルリ子をそぐ呼び官っていた。姉さん、姉さんのところへ。翔平は、そう言いながらも、自分自身地の中へ、入ってしまいたいような、浅ましさと恥ずかしさとを感じた。が、それと同時に、ニラを噛むような嫉妬が、ほんのわずかではあるが、心の内に気ざしてくるのを、何ゆすることもできなかった。が、父のそうした心持ちを、 あざけるように、勝彦は、また似たり似たりと愚かな笑いを、笑い続けている。姉さんのところへ何をしに来たのだ。何の用があつて来たのだ。こんなに夜遅く。翔平は、心の中の不愉快さを、じっとそもそも得ながら、聞くところまで、聞き立たださずにはいられなかった。何も用はない。ただ顔を見たいのだ。勝彦は、 平然と、それが、普通の当然なことででもあるように言った。顔を見たい。将平は、祖口では言ったものの、目が眩むように思った。他人は、誰も、居合はさない場所ではあったが、自分の顔を、両手でを比較したいとさえ思った。彼は、もうこの女勝彦に言葉をかける勇気もなかった。が、今にして、 息子の子し下心をガリ取っておかないと、どんな恐ろしいことが起こるかもしれないと思った。彼は、不快と恥ずかしさとを制しながら言った。おい、勝彦これから夜中などにお姉さんの部屋へなんか来たら、行けないぞ。二度とこんなことがあると、お父様が承知しないぞ。そう言いながら、翔平は、我が子を恐ろしい目で睨んだ。 こわけろりとして言っただってお姉様は来てもかまわないと言ったよ。翔平は頭からぐわんと殴られたように思った。来てもかまわない。いつそんなことを言ったいつそんなことを言った翔平は思わず平常の大声を出してしまった。いつ来ていつでも言っている。部屋の前になら。 いつまでたっていても、いいつて、万平になってくれるのならいいつて。じゃ、お前は今夜だけじゃないのか。バカなやつめ。バカなやつめ。そう言いながらも、翔平は、子に対して、かなり激しい嫉妬を懐かずにはいられなかった。それと同時に、瑠璃子に対しても、こんに似た激しい感情を持たずにはいられなかった。そんなことを姉さんがっ バカな。ルリコに聞いてみよう。彼は息子を押しのけながらその背後の扉を右の手で開けようとした。がそれは釘付けにでもされたようにピタリとして少しも動かなかった。彼は声を出して叫ばーとした。そのとたんにがたりと扉が開く音がした。が開いたのはその扉ではなくして。 美奈子のの寝室の扉であった純白の寝巻きをつけた少女はまろぶように父のそばに走り落ちた。お父様。何ということでございます。何も言わないでおやすみなさいませ。お願い日でございます。お姉様にこんなところを見せては親子の恥ではございませんか。美奈子の心からの叫びに打たれたように。 平は黙っってしまった勝彦は相変わらずにやりにやりと妹の顔を見て笑っていたちょうどこの字扉の彼方の信頼の上に夢を破られた女は親子の間の浅ましい葛藤を聞くともなく耳にするとその美しい顔にすごい微笑を浮かべると雪のような羽布団をまた再び深々とひつた。 自分の寝室へ帰ってきてからも、将兵は、悶々として、眠られぬ一夜を過ごしてしまった。恋する者の心が、競争者の出現によって、焦り出すように、将兵の心も、今までの落着、冷静、幸福のすべてをなくしてしまった。競争者、それが、なんと、言うたまらない競争者であらう。それが、自分の肉親の子である。 肉親の父と子が一人の女を回りつてそうとしている。親が女のもとへ忍ぶと子が先回りをしている。それは将兵のような金の他には物質の他には何者をも認めないような堕落した人格者にとってもたまらないほど浅ましいことだった。もし勝彦が普通の頭脳があり道義の何者かを知っていればののしりじかしめて。 反省させることも容易なことであるかもしれない。もっとも、将兵に自分の息子の不道徳を責める資格があるかどうかは疑問であった。が、勝彦は、盲目的な本能と激しい欲望の外は、何も持っていない男である。相手が、父の妻で洗うが、何で洗うが、ただ美しい女としか映らない男である。それに、人並み外れた合力を持つて、 いる彼はどんな乱暴をするかもわからなかったその上に将平は自分の出現に対する苦い記憶があった彼は一時瑠璃子を克彦の妻にと思った時そのことを冗談のように勝彦に言い聞かせたことがある何事をもすぐ忘れてしまう克彦ではあったが事柄が事柄であったたけに そのぐな頭のどこかにこびりつかせているかもしれない。そう考えると、翔平の頭はいよいよ重苦しく濁ってしまった。そうだ。勝彦を遠ざけよう。葉山の別荘へでも追肥洗う。なんとかすかして、東京を遠ざけよう。翔平は、我が子に対して、そうした陰謀をさえ考え始めていた。興奮と反問とに疲れた翔平の頭も、 四時を打つ時計の音を聞いた後は、いつしか、朦朧として、しまって、寝苦しい眠りに落ちていた。目が覚めたとき、それは、もう九時を回っていた。ほがらかな十月の朝であった。青い車の窓掛けを通した明るい日の光が、室中に、心よい明るさをじんへた。朝の爽やかな心持ちに、将兵は、昨夜の不愉快な出来事を忘れていた。 膨大な体を、寝台から、むくむくと起こすと、醸造りを突きつ,つかけて、朝の心よい空気に急避つけられたように、縁側に出た。彼は、自分の広大な、広々と伸びて、いる庭園を見ながら、両手を高く広げて、心よいあくびをした。が、彼が広げた両手を下した時だった。十軒ばかり離れた、若いカエデの植え込みの中を、 潜水の方へ降りていく勝彦の姿を見た。彼に似て、膨大な立派な体格だった。が、歩いていくのは勝彦一人ではなかった。勝彦の大きい身体の影から、時々ちらちら美しい色彩の着物が、見えた。翔平は、最初、それが美奈子であることを信じた。勝彦は白痴ではあちたが、美奈子だけには、優しいおとなしい兄だった。 翔平はいつもの通り兄弟の散歩であると思っていた。が植え込みの中の道が右に折れ翔平の視線と一直線になったときその男女はそう並んで後ろ姿を翔平に見せた。女は紛れもなき瑠璃子だった。しかも彼女の白い遠目にもく切りと白い手は勝彦の肩、そうだ肩よりも少し低いところへ。 そっと後から当てられているのだった。それを見たとき、将兵は、煮えたぎつている湯を、飲まされたような、凄まじい気持ちになっていた。にやりにやりと、列に入っているらしいわが子の顔が、ありありと目に見えるように思った。彼は、縁側から飛び降りて、わが子の顔を思うさま、殴りつけてやりたいような、恐ろしい衝動を感じた。が、それにもまして、 ルリ子の心持ちがぐつと胸に耐えてきた。昨夜の騒ぎを知らぬはずがない、親子の間の浅ましい情景を知らぬはずがない。隣の部屋の皆子さえ目を覚ましているのに、ルリ子が知らないはずはない。知っていながら、昨夜の京勝彦をあんなに近づけている。そう思うと、昌平はルリ子の敵意を感じずにはいられなかった。そうだ。自分が、 小娘としてつまらない油断や約束をしたのが悪かったのだ。いわ幸福した適正の娘を妻にしているようなものである。美しい顔の下にどんな外心を象しているかもしれない。が、そう警戒はしながら、瑠璃子を愛する心は少しも源じなかった。それと同時に、眼前の情景に対する嫉妬の心は少しも源じなかった。 翔平が縁側の欄干に釘付けにされながら、二人の後ろ姿が全く見えなくなった若い楓の林をじっと見つめているときに、その林の向こうにある潜水のほとりから、瑠璃子の華やかな笑いが手に取るように聞こえてきた。それは、ひばりの歌不要に、自由な快活な笑いだった。結婚して以来、もう、一月以上の日が経つうち、翔平に対しては、 決して笑ったことのないような自由な快活な笑い声であったここからは見えない潜水のほとりでたとえばかではあるにしろ年齢だけは若い新大岳は堂々と立派な勝彦が瑠璃子とそう並んで打ち興じているありさまが将兵の目にまざまざと映ってくるのであった彼は苦々しげに2人にこうつ手でも吐くように唾を はるかな地上へ吐いてから、その太い眉に、深い決心の色を、しこりめながら、海へ降りていった。将平は、そもそも得切れない不快な心持ちに、悩まされ、つつ、罪のない召し使いを、叱り飛ばしながら、ようやく顔を洗いつてしまうと、にがりきつた顔をして、朝の食卓に着いた。いつも朝食を一緒にするはずの瑠璃子は、まだ、庭園から、帰ってこなかった。 奥さんは何をしたのだ奥昌平は,はおどおどしている十五十六の駒マいをかみつけるようにしかり飛ばしたお庭でございます庭から早く帰ってくるように行ってくるのだ俺が起きているじゃないかはい小さい駒マいは昌平の凄まじい様子に縮み上がりながら瑠璃子を呼びに出ていた ルリ子が入ってくればこの上切れない行き道を彼女に対しても漏らさあ白地の子をもてあそんでいるような彼女の不謹慎を思い切り責めてやらあ翔平はそう決心しながらルリ子が入ってくるのを待っていた二十三分も経たないうちに衣ずれの音が廊下にしたかと思うとルリ子は少女のようにいそいそと快活に駆け込んできた まあ、おはよう。もう起きていらしつたの。私ちつとも、知らなかったのよ。お寝坊のあなたのことだから、どうせ11時近くまでは大丈夫だと思っていたのよ。昨夜、あんなに遅く帰ってきたのによく、まあ、早く、お目覚めになったこと。この花、美しいでしょう。一番大きくて、一番色の激しい花なのよ。 私これが大好き。そう言いながら、ルリ子は、右の手に折り、持っていた、深紅の大輪のダリアを、食卓の上の一輪挿しに投げ入れた。翔平は、どうかしてルリ子をたしなめようと思いながらも、彼女の快活な言葉と、矢継ぎ早の微笑に、面と向こうと、彼は我にもあらず、すべての言葉が、喉のところに、絡んでしまうように思った。昨夜 よくお眠りになって。私芝居で疲れましたでしょう。今朝までぐっすりと寝入ってしまいましたのよ。こんなによく眠られたことはありませんが、近頃。昨夜の騒ぎを、親子3人の浅ましい騒ぎを、知っているのか知らないのか。瑠璃子は、その美しい顔の筋肉を、一筋も動かさずに、華奢な指先で、軽く箸を動かしながら、 翔平は心の内にわだかまつている気持ちを瑠璃子にこうつて漏らすべき糸口を見出すのに苦しんだ相手が昨夜の騒ぎを少しも知らないというのにそれを材料として話を進めることもできなかった彼は瑠璃子には一言も答え得ないでそのイライラしい気持ちを示すように時期に 忙しく橋を動かしていた。将平の不機嫌を、瑠璃子は、少しも気に留めていないように、平然と、その美しい美笑を続けながら、私、今日三越へ行きたいと思いますの。連れて行ってくださらない彼女は、プリプリしている将平に、なお、小娘か何かのように、甘えかかった。だめです。 今日は東洋造船の臨時総会だから。翔平は、ルリ子に対して、初めて荒々しい言葉を使いつた。彼女は、その荒々しい動きを跳ね返すように言った。あら、そう。それでは、勝彦さんに一緒に行っていただくわ。いいでしょう。7. 勝彦の名が、ルリ子の唇を漏れると、翔平の大きい顔は、 ますますにがりきってしまった。相手のそうした表情を少しも眼中に置かないように、ルリ子は無邪気にしつこく言った。勝彦さんに連れて行っていただいたらいけませんの。一人だとなんだか心細いのですもの。私一人だと買い物をするのになんだか調理がつかなくして困りますのよ。表面丈でもいいから。 いいとかなんとか相づちを打ちてくださる方が欲しいのよ。それなら、美奈子と一緒に行列し合い。翔平は、怒ったお牛のようにプリプリしながら、それでも、正面から瑠璃子をたしなめることができなかった。美奈子さん。だって、美奈子さんは、3時過ぎでなければ、学校から、帰ってこないのですもの。それから、支度をしていては、 遅くなってしまいまいすわ瑠璃子は大きいだだつこのような表情を見せながらその癖顔丈けは微笑を立たなかった翔平はまた黙ってしまった瑠璃子は追撃するように言ったどうして勝彦さんに一緒に行っていただいてはいけませんの翔平の顔色はとっさに変つたそのこめかみたスページ 第三水準一の九十四の六の筋肉がピクピク動いたかと思うと彼は震える種で箸を下しながらそれでも声だけは平静な声を出そうと努めたらしかったが変に上手ってしまっていた勝彦勝彦勝彦とあなたはよく口にするがあなたは勝彦を一体なんだと思っているのですもう一月以上 このの家にいいるのだから気がついたでしょう親の身として口にするさえ恥ずかしいがあれは白痴ですよ白痴も白痴もご覧の通透罪も便じない白痴ですよああ勇者を三越に連れて行くそれはこの正田の恥正田一家の恥を世間へ広告して歩くようなものですよあなたも動機はともかく一旦 このかの人となった以上、こういう馬鹿息子があるということを、広告してくださらなく、捨てもいいじゃありませんか。翔平は、結婚して以来、初めて荒々しい言葉を、ルリコに対して吐いた。が、象下の端を、飯碗の中に留めたまま、じっと聞いて、いたルリコは、眉一つさえ動かさなかった。翔平の言葉が終わると、彼女は驚いたように、 目を丸くしながら、まあ、あんなことを、そんな邪推してイラつしやるの、私、勝彦さんを、バカだとか白痴だとか癒やしめたことは、一度もありませんわ。あんな、無邪気な純な方は、ありませんわ。それは、少し足りないことは足りないわ。それは、お父様の前でも申し上げねばなりません。でも、あんなに正直な方に、 私初めてお目にかかりましたのよ。それに私の言ったことなら何でもしてくださるのですもの。この間、お家が広いので夜寝室の中に1人いると何だか寂しく心細くなると申しますと、勝彦さんはそれなら毎晩部屋の外で晩をしてやらぁとおっしゃるのですよ。私冗談だとばかり思っていますと、一昨夜2時過ぎに廊下に 人の規制がするので、扉を開けてみますと、勝彦さんが立っていらっしゃるじゃありませんか。それが、ちょうど、中世紀の騎士が、貴婦人を守る時のように、厳然として立っていらっしゃるのですもの。私、おかしくもあれば、ありがたくも思ったわ。私、この頃知恵のある礼利な方には、飽き飽きしていますの。また、その知恵を、人を苦しめたり、陥れたりすることに。 使い婦人たちに飽き飽きしていますのよまた人が傷つけ業つたり落とし入れ合いつたりする世間そのものにも愛想が尽きていますのよ私勝彦さんのようなのんびりとした太古の心で生きている方が大好きになりましたのよあなたの前でございますがどうして勝彦さんを捨てあなたを選んだかと思うと後悔していますのよおほほほほ 爽やかな五月の龍が青いのを走るように、瑠璃子は雄弁だった。黙って聞いて、いた将平の顔は、どと嫉妬のために黒ずんで見えた。